諸君、よく来た我が部隊へ。私はこの部隊の教官、仙太郎軍曹だ。今回は初級中級編だ。 MGS4 をプレイしているのにまだ MGO をやっていないもの、そして MGO をやっているのにまだ初心者のもの、そして MGO をかなりやっているのにいつまでたってもレベル3から上がれないもの、そういう諸君らのための講習だ。これから諸君らが戦場に出ていくために必要な知識を徹底的に教育していく。まあこの講習内容を頭に入れながらプレイをすれば、諸君らひよっこが鳩、いや、うん、鶏ぐらいにはなるだろう。オンラインでもビシビシ行くぞ。いいか、返事返事。あ、ウェブか。じゃあ聞こえないな。まあいいだろう。それでは実戦でのテクニックを教えていこう。まず戦場では何と言っても打ち合いに勝つことだ。相手を一撃で倒すにはどうすればいいと思う？よし、お前答えろ。いや、グラビア本違うだろう。ダンボールなわけがないだろう。ちゃんと答えろ。やった、そうそうだ、ヘッドショットだ。頭部への攻撃は相手に大ダメージを与えることができる。戦場では必ず必要なテクニックだ。諸君たちにはこのヘッドショットの上達を目指してもらいたい。まずはこれを見てくれ。おお、見事。これ私が教えた通りだな。何？スナイパーでもこのように見事に撃っていく。さあ、さらに隠れて撃つのか撃たないのか、撃つのか撃たないのか。撃った撃った、当たった当たった、よかった。あー、さらにもうなんだか分かんないけどすごい。お前たちにもぜひこの技術を身につけてもらいたい。ヘッドショットをマスターするには脱オートエイム。オートエイムの自動ロックオンは確かに便利だが、相手の頭の高さの位置に照準を合わせることはない。つまりヘッドショットを狙ってる敵と撃ち合えばやられるということだ。まず四角ボタンでオートエイムを解除し、鳩越しの視点のカメラになれろ。そして相手の頭の高さの位置に照準を合わせるんだ。ではここで問題だ。この長い廊下の奥に敵が出てくるぞ。さて、敵の頭の位置がどこに来るか分かるか？よし、考えてみろ。行くぞ、Thinking Time。 Welcome to the Metal Gear Online Quiz Showtime。 それでは正解を見てみよう。正解は B。 どうだ、分かったか？いいか、常に頭の位置を意識してプレイする。それだけでヘッドショットの成功率はグッと上がるぞ。いいか、武器にはそれぞれ扱い方というものがある。素早く正確に撃つためにはそれぞれの特性を覚える必要があるんだ。例えばこの AK のようなアサルトライフル、これは撃つと思いのほか反動がある。まずこの映像を見てくれ。引き金を引き続け連射をするとどうしても照準がブレてしまう。これでは正確に頭を狙うことはできない。この手ブレを防ぐテクニックが指切りだ。 R1 ボタンを押しっぱなしにして連射するのではなく、こまめに指を離してタタンタタンタタンという感覚で打つ。手ブレが減り中断率がアップするぞ。姿勢でも中断率は変わってくるぞ。中腰、歩幅と姿勢を落とすことでブレを抑えることができる。またオプション画面で自分に合ったカメラの速度に調整しておけ。無論速いカメラを使いこなす方が有利だが、慣れないと軽くパニックになるから注意しろ。次はグレネード。グレネードは遠くの敵や隠れた的に投げつけ爆発で攻撃したり、また相手をいぶり出すことができる有効な武器だ。これを見ろ。諸君だ、グレネードをこんな風に使ってないだろうな。
敵の位置そのものを狙って投げてもうまく当たらないぞ。これでは完全に相手の位置を通り過ぎてグレネードの転がりを計算することも重要だ。爆発のタイミングを合うように着地させる。ほら見事にこのように相手が吹っ飛んだ。 L1 ボタンを押す強さで投げ方に強弱がつけられることも知っておけ。上級者は壁の跳ね返りを利用して普段投げられないところにグレネードを投げ込む。攻撃範囲の広いグレネードは一撃で相手を一網打尽にすることも可能だ。自分の狙った位置に投げ込めるようトレーニングモードでしっかり訓練しておけ。次はショットガンだ。ショットガンはロックオンしている状態としていない状態で相手のリアクションに違いがある。オートエイム状態でショットガンを打つと当たった相手はひるむだけ。そして反撃してくる。このようにしかしオートエイムを外している状態だと相手をダウンさせ追い打ちをかけることができる。それぞれの武器の特性を知り使いこなしてこそ初めて一人前となる。適当にプレイしているだけでは上達の道は遠いぞ。最後に各スキルのレベルがマックスになった状態での効果を検証しよう。ここでは代表的なスキルをいくつか挙げそのレベルごとの違いを比較してみる。まずは基本中の基本ファストムーブだ。レベル1とレベル3のスキルの違いでこれだけの速度の違いが出てくる。初心者のうちも逃げ足は重要だ。しっかり鍛えておけ。次は武器スキルだ。武器系マスタリーの代表としてここではショットガンを取り上げる。ではまずスキルの設定がない状態でのショットガン。ポンプアクションにこれだけ時間がかかる。さらにリロードではかなりの時間を要する。これがショットガンの特性でもある。次はスキルがレベル3の状態。ポンプアクションがかなり速い。さらにリロード時間も全くと言っていいほど速い。これはかなり有利に戦闘ができる。情報系スキルも一つぐらい紹介しておこう。エネミーエクスポージャーは攻撃を与えた敵に追い打ちをかけるときに有効だ。攻撃を与えた敵を光らせることができるスキルがエネミーエクスポージャーだ。このように攻撃した相手を一瞬光らせることができる。レベル3になるとかなりの長時間光らせることができ、さらに追い打ちがしやすくなる。このようにかなり長い時間光る。トップリンクしている仲間と情報を共有することが可能だ。つまり仲間も加勢してくれる可能性がある。次は最後の項目マナーだ。技術とは関係ないが MGO で最も大事なことと言っても過言ではない。まずゲーム開始そして終了時に簡単でいいから挨拶をしてもらいたい。それから誤ってフレンドリーファイアをしてしまった時はごめんすまない。仲間が隠れていた段ボールに触れてしまってそれを外してしまった時、外された方は非常に迷惑だ。そうした時にもごめんすまないだ。諸君も気持ちよくプレイするために最低限のマナーを守ってほしい。以上で本日の講習は終了だ。何か一つでも得るものがあったなら早速戦場で使ってみてくれ。最初はうまくいかないかもしれないが意識してプレイしているうちにいずれ自分のものになるはずだ。諸君らに戦場で会った時ヘッドショットを食らえる日を楽しみにしているぞ。以上解散。